スーパーカップ2015-2015年のスーパーカップは2015年2月28日に日産スタジアムで行われた22回目のスーパーカップである。富士ゼロックスの特別協賛により富士ジロックススーパーカップ2015の名称で開催された。G 大阪が2014年シーズンのリーグ戦天皇杯を共に制したためレギュレーションによりリーグ戦2位の浦和が出場することに なった。2009年に代替チームに関するレギュレーションが変更となってからは初めてのケース。天候にも恵まれ、人気チーム同士の対戦となったこともあり、村井光る J リーグジェアマンの予想を上回る47,666人の監修が詰めかけ、富士ジロークススーパーカップとしてはここ20年で最多の動員を記録した。G 大阪。 浦和ともにミッドウィークに戦った AFC チャンピオンズリーグ2015グループステージの初戦を落とし巻き返しを図る一戦となったこともあり、両チームとも ACL とメンバーを一部入れ替えて臨んだ。試合は序盤から浦和が G 大阪陣内でボールを回し、これを G 大阪がブロックを形成して防ぐという展開となるが浦和が なかなかフィニッシュに持ち込めないこともあって到着した状態のままスコアレスで前半を終了する。前半にチャンスらしいチャンスを作れなかった GE 大阪は、後半18分 ACL との日程を考慮して、先発を外れた FW、パトリックを投入する。すると攻撃が一気に活性化し始め、後半23分 MF、遠藤やアのコーナーキックに、パトリックが逸らし、 これを、ファーサイドに突っ込んできた、FW、宇佐美隆が滑り込みながら、ゴールに蹴り込んで、G 大阪が先制する。先制を許しなんとか追いつきたい浦和は前線に、人数をかけ攻勢をかけるが、FW、コオロギ心臓を怪我でかいた影響は大きかったのか、なかなか決定的なフィニッシュに至らず、逆に試合終了間際、G 大阪 FW、パトリックが、DF2 人を、 ドリブルでかわして、ダメ押しの2点目。パトリックの1ゴール1アシストの活躍で、G 大阪が8年ぶり2度目の優勝を果たした。試合終了後には、浦和サポーターからブーイングが浴びせられた。また、試合終了後の記者会見では、浦和監督のミハイロ・ペトロビッチが、相手選手が蹴ったボールが、オフサイドポジションにいた我々の選手に渡ったとき、それが、オフサイドになるのか フィールドプレイヤーが GK に一発して手でキャッチしたら、それは関節 FK になるのかならないのかご存知だったら教えてほしいと語ったように、この日のレフェリングに不可解と思われる場面が数多く見られ、G 大阪側からもブーイングが起こったという。ガンバ大阪 V 浦和レッツ、ありがとうございます。